はい、もみじよろしくお願いします。これは見るからに普通のカレーなんだけれども、はい、何の変哲もないカレーですね。普通のカレーをじゃあいただきます、うん、ただサービスでキノコが入ってる。あ、舞茸じゃん。あ、舞茸か、大好物だ。そういただきます。いただきます。あ、おいしい。あ、いいね、普通のカレーだよ。キノコだね。何カレーだろう。ポークカレー。あ、今日ちょうどいいわ。今日あの豚肉入ってるでしょ、これ。これの話だから今日。お、これの陰謀だから。うん、ちょうどいいね。豚肉食べちゃいけないっていう。うん、食べさせて。いや、食べていいんだよ。あ、食べていいんだけど、ある豚肉はやばいかもしんないよっていう。ビーガンの中によく流れる動画の中によく出てくる動物、豚ですよ。鳥じゃないの。結構豚のなんか工場で流れてる動画がよく流れてくるんですよ。雄大ビーガンだもんね。いや、僕お肉入ってますよ。今日はじゃあいいチートデイ。でもあるらしいよ、そのビーガンのチートデイみたいな。思想ぬるいな。まあでもあのビーガンとかが流すああいう鳥とかさ、豚のあの映像は結構、まあ、残酷というか、それが現実なんだけど、ね、この市場に出回ってる豚肉のやっぱその肉になるまでというね、ロードトゥーポーク、うん、だからこそね、ありがたい気持ちを持っていただいてるわけなんだけどな、うん、でも実際周りにさ、ビーガンの人いる？ビッグエース一瞬ビーガンだったよね。あ、そうなんだ。周りないっすね、ビーガン。うん、まあ、なかなかいないよね。ネットで流れてくるビーガンはちょっとタチ悪いよね。度が超えてるよね。まあ、自分の思想でそれをやる分にはいいんだけど、結構他人様に迷惑をかけるような行動を取るよね、うん。まあ、勝手にやる分にはいいけどね。なんか肉食ってるやつ全員殺すみたいな勢いで来るからね。環境活動家みたいな。美術館の絵にさ、スプレーかけちゃうとかさ、うん、トマト缶ぶちまけたり、うん、だからそれは自然が使われてるからってことですか、ね。まあ、一つの抗議の、うん、あれなんだよね。いや、結構この界隈はさ、ちょっと気難しい人も多いからね。でも動画を発信するとさ、どっかにはこう波がこう立ってしまうというか、まあいろいろね、話せないことがいっぱいあるんですよ。じゃあ今日の本題はですね、このカレーに入ってたある代物の陰謀なんですよ、うん。まあ、世の中にはね、陰謀が満ちて、陰謀はあるんだよ。某著名人も言ってたよ、陰謀はあるよって。今日の陰謀はですね、家畜成長促進剤ラクトパミンという危険物質があるんですよ、この世の中には。まあ、随分前にはなるんですけれども、うん、ロイター通信でとあるコラムが出てました。それというのが、米国産の食肉に潜む健康リスクというタイトルでコラムが出てます。 EU のどの国でも、中国やロシアにおいてでさえも、牛肉や豚肉を食べるときに化学物質ラクトパミンのことを気にする必要はない、うん、これらの国では家畜の成長促進剤としてラクトパミンの使用を禁止しているからであると。しかし米国で肉を食べるのなら、消費者は用心すべきである。ラクトパミンは豚などの家畜にとって間違いなく安全でないばかりか、それを食べる消費者にとっても安全でない可能性があるとかね、まあ、いろいろね、つらつらとこう出てるんですよ、コラムが。このラクトパミンという物質はどうやら EU ではですね、まあ、禁輸措置をしているということなんですね。米国のお肉というのはヨーロッパには出回らないようになっている。したらじゃあ出回るのどこですかいいって話になってくる、うん。いつもの、うん、食べ物、そして化学物質の最終処分場は一体どこでしょうかという話になってくるんですね、これね。まあそういったですね、まあ、いわゆる成長促進剤なんで、豚を早く大きくさせてでっぷり太らして肉をいっぱい取るという、まあ、人間が考えたそういうお薬なわけですよ、うんうん、効率にも玉手箱みたいな。今の大量生産時代と言われている世の中ではね、うん、もう豚肉はもういっぱい手に入れて、いっぱい市場に流して、そして大量廃棄されているという世の中じゃないですか。だからそういったものは、農産物をめぐる科学技術の進歩というものは、まあ、大量生産できるからこそ価格を抑えることには成功していると。その一方で、安全という観点から してみれば、口にできない食品というものはたくさんあると。そして世界各国の流れでは、それらは規制されて排除されつつありますよと。そんな中で、誰もが口にしたくない食べ物を大量に輸入して消費している国、それはやっぱり日本なんですね。だいたい7割近くの食品をですね、日本というのは海外からの輸入で頼っております。日本人の食というものはもう外国に、まあ、支配されている、外国に依存していると言ってももう過言ではない状況なんですよ。じゃあいつからですね、日本がですね、そういった食品の輸入とか、まあ、そういった添加物とか、あのそういうものが外国に屈するようになってしまったのか、まあ、もちろんそれは戦後ということもあるんだけれども、実は1970年代、日本ですね、当時アメリカからレモンを輸入してるんですね。ただそのレモンっていうのは、あの防カビ剤が使われてるんですよ。難しいカタカナのね、物質がいろいろ使われてるんですけれども、それが日本で検出されてしまったんですね。発がん性があるというもの
です。そのため日本はレモンを海洋に投棄してアメリカにこんなもん使うなって抗議をしたんですよ。レモンを海にぶちまけてボストン茶会事件みたいな、うん、そうしたらもうアメリカぶち切れまして、あ、じゃあもういいよと、じゃあもう日本の自動車もう輸入、うん、もういい制限って言われたわけ。あ、レモンから車ただラーメン屋の水ができただけで、うん、当時レモン水、ね、当時の日本っていうのは自動車大国でしょ、うん、まあ、結構今よりもブイブイ言わしてたんだよね世界的に。まあそうですね、ワンチャン日本が世界のトップになるかもみたいな言われてるぐらいのね、まあ、日本というのは非常に発展を遂げていた時代だったわけなんですけれども、レモンを海に捨てたせいでですねアメリカを怒らせる格好になってしまったと。それ以来ですね日本というのは、まあ、ちょっとこうおやべってなりまして、アメリカの顔色を伺うようになりまして、禁止されている農薬が日本で緩和されたりとかですね、食品添加物とみなされるものをバンバン日本に持ち込むことを許可してしまったんですよ。うーん、それ以来日本と米国の力関係というのはしっかりとこう明確にはっきりと区分けされたと言われてるんですね。まあそれ以降はもうね皆さんもご存知の通りいろんなものが緩和されてますよね。農薬とか添加物だけに限らず、もっと医療分野だったりとか、もっと言えば民営化とかって言って結局水道を民営化したりとか、そういうインフラも今も外国に買われているような状況なんですけれども、まあそういうのは日本がレモンを投げ捨てたから、レモンなんだねっていうのも一つってことね。本当に投げた、本当に投げ捨てました、本当に投げた、はい、で、まあ、その中でですね、まあ、いろんな添加物って気にされてる方いると思うんですよ。いろんな加工食品の中にあれが入ってる入ってないとかって気にされてる人いると思うんですけど、実はね豚肉も結構危険だって言われてるんですよ。アメリカ産の豚肉よく売ってるじゃないですか、うん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 、そのアメリカの豚肉にはですね日本に輸入する用としてですね豚肉の成長促進剤というものが使われていることが多いんですよ。これがさっきも言ったラクトパミンという名前のものなの でこれはですね、まあ、非常に危険だと言われておりまして、2020年、今が4年ぐらい前にはあの台湾でアメリカの豚肉はもう輸入すんじゃねえっていう結構なデモが起きたの。へえ、みんな毒って書いた紙を持ってプラカード持って怖っ、なんかすごい抗議してる映像があるんですよ。で、まあ、それが起きた結果ですね、まあ、国中 その台湾政府として議論をせざるを得なくなって、まあ、禁止するかどうかみたいな状況になったっぽいですね。でもちろんこの成長促進剤というのは家畜の体重を増加させたりとかですね、赤身の肉の部分を増やしたりとかっていうことに使われてるんですよ。まあ主に26カ国の国で認められてると言われてますこのラクトパミンは、はい、だけども人間とか生き物の神経毒の可能性があるというふうに、というかもう心臓とか神経系に影響を与えるっていうのはもう分かってるって言われてるんですよ。でもちろん人体にも有害な影響があると言われていて、実際この成長ホルモンを投与された豚肉を食べた人が中毒症状を起こした例もあったりとかですね、まあ、そういうのがあったせいでヨーロッパ、まあ、EU、中国、ロシアではもう禁止ってなってる。豚肉の食う部分にも残っちゃうんですね、残留します。確かにね、まあ、もちろんねアメリカの肉っていうのはそういった成長ホルモン以外にもですね、あの抗生物質も使われてますんで、あの大体どこに打たれるかって、あの首根っこに打たれますね。だからよく都市伝説でトントロは危ないっていう話があるんですね。まあそれはやっぱ抗生物質を使ってるからっていう、まあ、だからアメリカの豚肉っていうのはまあその2つの意味で危険だってことなんですよ。でもちろんね日本にも流通しておりますラクトパミンというのはね、国内での使用は禁止されてるんですよ、その成長ホルモンを使うことを。ああ、うん、じゃあ日本の農家さんとか使っちゃいけない、使っちゃいけないって言われてるんです、このラクトパミンに関しては、うん、だけれどもいわゆる輸入肉に関してはちょろっとこう検査しただけでなんかすんなり通ってしまう、検査基準が非常に曖昧だって言われるんですよ。例えばまあザルだとですね、まあ、いわゆる大体そういう食品ってサンプル検査っていうのをやるんですけれども、本当一部を検査しただけでじゃあ全部オール OK ってなっちゃうっていう、だから個体差はあるのに一部のデータだけで OK ですよってなってしまってるのが、まあ、その影響で日本にも流通していると。まあ、もちろんねそういう成長ホルモン以外にもですね、アメリカっていうのは結構規模がでかいので、その家畜の養豚場とかも非常に大きいので、大きいしすごい密集するんですよ、豚をぎゅうぎゅうに詰め込むんですよ。だからあの病気が流行るとか、まあ、衛生環境あまり良くなくなるんで、結構ですねその抗生物質という面ではかなり投与されてるらしいです。あ、そういうことなんだ。でその抗生物質にはですね成長を促す作用もありまして、まあそういった意味ではもうどん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 ね豚がでかくなってお金儲けにつながると。でこの抗生物質厄介なんですよ。それでもともと病気を防げてたのはいいんですけど、今度はその病気側も耐性持ってくるわけですね。バイ菌がどんどん強くなっていって、非常に毒性の強い細菌というものを生み出す可能性もあるんですよ。お、新型なんとかみたいな。だその結果もともとは普通に治ってたそういう病気も非常に毒性が増してしまって、かなり危険な病気に変身する可能性があるんだって。お、うん、
それのだからもういたじごっこですよね、あの、じゃあそれを超える抗生物質開発、またそれを耐性を持つバイ菌が生まれるっていう、もうこのもう悪循環で、どんどんそういう薬を作る会社が儲かっていくと。抗生物質もどんどん強くなってくる、強くなっていく、耐性を持ってくる、ね、で農場に関してもどれぐらいその量を使ったのかっていうのは別に行政に示す必要もないということで、もう無法地になってみたいです。もういくらでも使って OK って感じになっちゃってるんで、基準がないそうです。だからもうそのさじ加減でもバンバン使われる可能性がある。で多分その農家はね、自分とこの豚肉食ってないよ、どうせ日本に輸入するんだろうっつって、もうバンバンねやっちゃってるわけですよ。でしかもそういった問題というのは日本では全く報道されず、もちろんそれに興味を示す人間もいない。常日頃からそういった有毒物質が残った豚を今も食べ続けているって言われてるんですよ、日本は。O157 に明確にね問題視されない限りはね、そうですね、あの欧米なんかではですね、いわゆる成長ホルモンっていうものに関しては非常にセンシティブになってるので、結構その見出しなんかでもそういうの使ってませんみたいな、あるあるこう大々的にバンと貼られたりとかするみたいですね。だそういう感じで安全アピールはしてるみたいです。だけど日本というのはアメリカの圧力がかかっているので、それを禁止することもできず、どんどんそういったものを認可しているという現状があると。だから世界各国が禁止すればするほどそれが最終的に日本に流れてくるという仕組みがもう出来上がっちゃってるってことらしいですよ。まあオーストラリアのね豚肉とか牛肉というものも日本には流通しているんですけれども、オーストラリアはヨーロッパ向けには成長促進剤使ってないやつを輸入してるんだけれども、日本には使ってるものを平気で輸出してるんです。なんでだよ、オーストラリアまでやってくんの。分けんなよ、友達だと思ってたのに。だからまあ基本的にカナダとかでも使用は認められてはいるので、自国では使わない、食わねえんだけど、日本にはバンバンそれを使ったものが流れてくると。カナダさんあるね、いうことになってるんですね。まあアメリカのボバインソマトトロピンっていう成長ホルモン剤があるんだけれども、これをホルスタインっていう牛にこう注射すると牛乳の量が3倍増えるっていうものがかつて使われたんだけれども、1998年にサイエンスでめちゃくちゃ体に悪いと、超絶発がん性があるっていう論文が発表されてから、まあそれは使われなくなったっぽいんですけれども、このラクトパミンというものは今も全然使われていると。まあ日本っていうのはね、もうそれ以外にもね、まああのまあ、除草剤とかもそうですけど、まあ防カビ剤もそう、あとはあれですね、GMO ですね、遺伝子組み換え、そういったものがバンバン安いものが入り込んできてるんですよ、自由貿易で。で国内のちゃんとしたやつはなんかそういう安いものにどんどんこう屈してね、そういうのが売れなくなり、産業は廃れ、自国で食料を自給できる能力があったにもかかわらずどんどん支配されているっていうのが現状。日本はねもともとねめちゃくちゃ自給率高いんですよ、だって資源が豊富じゃないですか、日本という国は。確かに山もあれも川も海も全部何でもあるでしょ、だけどそういったものが実はこういう外国の圧力ということでどんどん日本で食料自給というものを自給できなくさせられてるんですよ、これは。おかしい、人もいるのに、北海道に土地無限にあるしね。そうだから我々はまあそういった意味では実験台にされてるのではないだろう。だから最近のあれもそうですよ、あの米不足みたいな報道、米がねえとかって言ってる、あれも結局その減反政策やってるからね。だから結局日本の米の流通を減らして、こう外国米をこう増やしたりとかっていう、その米を作る量を減らしなさいみたいなね命令が昔あったわけですよ、そういうのが。その調整をずっと日本もさせられてるんだけど、まあ、その影響もあるんじゃないのって。まあ、今でこそ減反政策なんていうふうにはもう言われてないって言うけど、実はそういったものの名残っていうのはまだ残ってるって言われてるんですよ。まあそういうのもあり、検査基準もどんどんざるにさせられ、政治家もそこには口をつむり、防衛費をどんどん増額させたりとか、日本をどんどんこうね不自由にしてる人たちがまあいるということなんですよ。だからそういった意味ではじゃあ何を食えばいいのかってことになってくると思うんですけど、まあ国産だね。国産の豚肉は大丈夫、まだマシでしょ、マシ。その成長ホルモン使ってないし、あとは EU 産のものを買うとか、そうすればですね基本的にはまあそういったあの心配をしなくてもいいんじゃないんでしょうかと。まあねちょっと値段は張ったりするわけだけれどもね、安いものを食べて病気になるよりはいいんじゃないでしょうか、ちなみにこの豚肉は何使われてたのか全く分かりません。難しいね、国産しかないんじゃないか。なんかアメリカ産の豚ってあんまそこまでスーパーでは出回らない。そうだよね、だからあれしょ、飲食店とかじゃない、そうそう、安いね、そう業務なんですよ。だから外食が結構怖いんじゃないかって言われて、まあ、それだよなし、そうそう、だからあれどうなんだろうね、ああいうとかね、怖いね。あれ一回アメリカ産牛肉でなんか問題あって、ね、ああそうか、豚だとね、ちっ
っちでスーパー行ったらアメリカ産の豚肉とか売ってるよ。ヒヤゴとか。あと焼肉屋とかでしょ、すっごい安い。まあ結構ね、そのそう、あの加工用として非常に流通してるんで日本に、アメリカ産の豚肉って。だからなんかその、まあ、豚肉を使った食品、加工されてる食品、安いやつとかは結構これ入ってるよっていう、はいはい、だからある意味では添加物みたいな感じで流通してきてるってことなんですよ、感覚で、アメリカの豚肉が。だけど結局アメリカの豚肉に限らず、オーストラリアの牛肉とかカナダ産とかのやつも日本にはそれ使って輸出してたりするから、うん、やべえよって話なんですよ。すごいね、うん、まあ、しょうがない。あの添加物ってこれ調べるとね、利権なんですよ、食品添加物って。だからそれ使えばお金入るんですよ。だから使うんですよ。それ使うよ。あと圧力かかるんですよ、それを作った会社から。これ使えって、使ったらキックバックあげるからみたいな、ね、使わないと干すよみたいな。実際あのそういう事例はたくさんあるようです。鶏肉とかも結構闇深いっていうね。まあそうですね、鶏肉か、まあ都市伝説ですけどね、成長ホルモン剤にまつわる都市伝説、実はそういうものが日本に入ってきてるんじゃないかっていう。まあ皆さんもなるべくですね、まあ外食はもうね、もう防ぎようがないというかね、なかなかこう見分けようがつかないんでね、そういう素材を全部国産のものを使ってるところに行くとか、まあそういうことをするしかもないかな。まあだから多分変な話、そのチェーン店とかファストフード系基本入ってると思った方がいいんじゃないかな。コスパを求めてる会社なんで、そういうところ。まあ都市伝説ですね、これはね。食べ物の都市伝説、食伝説。まあ食うも食わないもあなた次第です、本当に。いいですね。では質問に行きたいと思います、はい、今日 TikTok のコメント大丈夫TikTok ってコメント来るんだ。痛めバーカとかじゃない大丈夫。結構稚拙なコメント多いイメージはありますけどねTikTok ユーザーは。まあ、実は TikTok もやってるんです。そうですね、あの俺の情報はもう全部中国政府に、あの筒抜けでね、当局の情報として。もう俺は中国行けないやつだから、スカイネットシステムで一発でね識別されるんで。まあそこで来たコメントで、はい、なんか日本の義務教育は意味ない的な動画を上げたんですよ。そうなの？いや、うまさが話した。いや、記憶にないですね。それに対してのコメントで、今の義務教育がダメそうなのは分かったのですが、どのような義務教育だったら日本を発展すると思いますか？おー、すごい。素晴らしい。そういう視点の子もいるんだな。TikTok、あの、別に低いわけではないんですけど。そうなんだ。俺、TikToker って名乗るのはすごく恥ずかしくて、隠してたんだけど、意外とそういうファンもいるんだね。うん、これはファンというか、なんか評論家気取りのガキンチョからのコメントね。でも素晴らしいよ。ああいいね、ガキンチョ。まあどういう義務教育がいいのか、まあまずね、あのね、学校には行った方がいいと思うよ、普通に。なんか動画でも必要よね。だとしても学校には行った方がいいとか。まあそう、最低限の教養は必要だけど、大人になってからも自分から学んでいかないと搾取され続けちゃうよ的な動画を。やっぱそうね、あのね、いやこれ俺もそうなんだけど、お金を稼ぐ方法を全く教えてもらえないじゃん、今の学校って、うん、いや義務教育。まあ昔はそうなのかもしれないけど、その辺の知識はやっぱつけさせた方がいいよ。よく言うよね、お金の、うん、マジ で、うん、で外国の人なんてバンバン投資してるんだよ、うん、貯金してる方が珍しいんだよね、外国は。まあアメリカなんかもそうだけど、なんか収入源何個か持ちましょうみたいな、そういう教えがあるらしい。あの日本は負けたじゃないですか、戦争。だから貯金いっぱいしたんですよ、国が負債を負ってるの。日本の借金は国民の借金だから、だからみんな貯金させられたんですよ。でさらにはまあ M 資金っていうね、まあ、根深いものもあるんですけど、うん、そういうふうにダイヤモンドとかね、その貴金属、うん、各家庭から没収してとか、それを換金してとか、貯金させられたんですよ日本。だからお金を稼がないで貯金することが美徳だっていう教育を受けさせられたんですよ日本、うん、負けてから。だからその辺を教えてほしいよね。俺も結局それを知らずにもうアラサーに なってるんで、僕はあの分かんないですね、そういう投資とかは。もうチンプンカンプン、株とかも怖くてね。FX ぐらいやったらね、あのちょっとこう1000円ぐらいベットして行け行けとか、それぐらいしかもうできないです、そういうのが。1010円ぐらいになったら売却して、バイナリーオプションとか、もうそういうのしか僕できないです。まあそのくせね、NISA やるとかね、今日本言ってるけどね。でもあれも本当怖いよ、ああいうのは。じゃあ教科で言うと、義務教育って国数英理社とか、まあいろいろあるじゃないですか、うん、に足す感じなのか、どれか削ってでも削らなくてもいいんじゃないのかな、うんうんうん、だからそのほら社会の中でもさ、その政治経済とかっていう分野あるじゃん。でそういうところでちょっと教えるとかね、あれも結局さ、もう暗記科目じゃん、歴史とかも、あの政治経済とかも。なんかその点数取れるから、暗記すれば点数取れるからみたいな教科になってるじゃん。だそれはよくないよね、うん、それをなんかちっちゃい頃からなんとなく教えた方がいいんじゃないかとは俺思う。その高校入ってからとかじゃなくて、まあね、あんまでもあの金のこと教えるとガキンチョってね、クソガキみたいな生意気なのが出てくるから、それはそれどうなのかと思いますけど、まあなんかそういうもんだよっていうのはなんかこう教えた方がいい気がするよね。お金を稼ぐとはみたいな。だから俺そういうの知らないから YouTuber しかやってらんないんですよ。
わかります？やばいよ、社会不適合者になっちゃったんだから、その義務教育のせいでちょっとねじれちゃって、そう道がなかったんだから、うん、まあ道をはず踏み外したのかもね、ねじれ始めるだからこう YouTuber やってんだから、で YouTuber にならないようにそういう教育をした方がいい。でもそういう教育受けたらみんな労働者としての教育ってことじゃないですか、義務教育。YouTuber はその、まあ、良くも悪くも外れたってことですよね。まあそうですね、良くも悪くもいい方向か悪い方向か分からないけど、一応義務教育の目指すべきゴールから外れられたってことです。あ、まあそれはあるかもしれないね。今の義務教育はこうみんな前習いだもんね。だから経営者になるための教育をすればいいんじゃないですか。みんなにそれやっちゃったら、まあな、でもしょうがない資本主義社会なんだから、この国は生きるか死ぬかも競争だからね、とは俺は思うけど。あとなんかもうちょっとね、こう多様性とかじゃなくて個性はやっぱ認めとかないとな。なんか恥ずかしいものって思われるじゃないですか、変な個性。まあだから YouTube やってると恥ずかしいみたいなさ、 YouTuber 売れるわけねえのにみたいなさ、なんとなくそういう偏見はあるよね、そういう個性に対する。その辺はなんか取っ払うような教育をしないと、結局だからみんな同じような人たちにしかならないという、うん、苦手科目克服よりも得意科目伸ばそう。ああ、その方がいいんじゃない。外国ってそうだっていうもんね、うん、苦手なの別に やらないっていうよね、何に関してもね。苦手なものをやるのも大事なんでしょうけど、うん、難しいもんですよね。この楽器が言ってることはすごく難しいことだと思うよ。苦手なことは誰かにやらせよ。でも素晴らしいじゃないですか、この TikTok のコメント欄の人は、うん、まあみんな TikTok も登録してくれよもうちょっとで20万フォロワーだね。すごいね、 TikTok ね。もう TikTok かよ。お茶の間はね、そろそろ抜けるね。今度あの渋谷の事務所行くか、堂々と。ああ、前行ったもんね。堂々と行こうよ、うん、また困った顔させたいな、うん、あのマズラビデオなんだけど行こうよ今度。20万だったらどうなんですか、ギリ行けるか行けないか。結構知ってるって人でも20万行ってない人いるもんね。すごいと思います。TikTok ね、今やまあ YouTube よりすごいって言うもんね、うん、TikTok はね。いや、どうなることやらね、まあちょっと主戦場が TikTok になる可能性もあるかもしれないね、うんうん、もしかするとということなので、皆さんは豚肉と YouTube には気をつけましょう。は、信じるか信じないかはあなた次第です。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。食に関してちょっと気になる方いましたら、ぜひ DMM オンラインさん入ってみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。お願いします。